こんにちは、西岡明彦です。今日の解説は福西崇史さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。素晴らしい試合を期待しましょう。本日は浦和レッズと横浜 F マリノスの対戦です。2004年のチャンピオンシップのカードですね。あの試合は PK 戦までもつれ込みました。このゲームのホストチームですが、好調な攻撃陣を中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。スタジアムのサポーターもゴールに期待しているでしょう。面白いゲームになりそうですね。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が熱くなります。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね。プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れ、ミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。浦和は選手の補強が印象に残りがちですが、若手もいい選手が育っています。競争は激しいですが、長くクラブに在籍した選手が何人も浮かびますね。興梠が突破を見せる。遠藤航、武藤優希。ボールが足につきません。ルーズボールだ。笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。つまらないミスでボールを失いました。ここは2人で回します。レッズが攻めに出ます。前に進んでいます。ここはレッズのコーナーキックです。中に入れた。ゴール前、打てるか。ユン・イルロク。山中亮介。ディフェンスに奪われません。興梠慎三。ボールを運びゴールに襲いかかります。クロスが足元に入る。いいボールでしたが、ここはクリア。青木拓也。興梠へ。相手陣内深くに押し込んでのスローインです。興梠慎三。ディフェンスが冷静に対応。ユン・イルロク。柏木陽介。武藤優希。いい形でゴール前まで持ってきました。青木拓也。興梠。山中亮介。プレスをかけられます。ウーゴ・ビエイラ。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。青木拓也。大津勇気。遠藤啓太。横浜の攻撃です。ルーズボールになっています。菊池大輔。興梠慎三。
強いですね。ボールを取られません。松原健、大津勇気、うまく読んだインターセプト。興梠へ、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。大津勇気、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。さあスタジアムのテンションが上がります。勝ち越し来るか。シュートはバーに阻まれます。非常に悔しそう。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。柏木陽介、危険な位置です。緊張スペースに見事なスルーパス。ここでシュート。このシュートはちょっと強引すぎたか。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。前半も終わって両者無得点。さてちょっと前半はこれといった動きがなかったように思いますが、いかがでしょう。どちらもお互いを観察しているといいますか、積極的な動きはなかったですね。後半に期待です。武藤優希、ボールは戻されます。マルティノス、ボールがこぼれました。横浜 F マリノスのスローイン。スローイン、素早いリスタートですね。大津勇気、このパスはまっすぐ相手に渡ります。これは強い。ボールをしっかりキープ。興梠が突破を見せる。菊池大輔、ここははっきりクリアしたい。青木拓也、興梠、ここはクリアされました。大津勇気、松原健、Fマリノスが攻めに出ます。横浜がコーナーキックを獲得。浦和レッズ選手交代です。中に入れた大津勇気、西川がセーブ。パスは頭でつなぎました。ボールを運びゴールに襲いかかります。大津勇気、ユーゴ・ビエイラ、山中亮介、再び戻す。うまく組織されたディフェンス、サイドからの突破を許しません。牧野智明、興梠慎三、レッズが攻めに出ます。ユーゴ・ビエイラ、ファールを取りました。レフェリーイエローの判定です。妥当な判定かもしれません。
浦和レッズが選手を交代します。このパスは読んでいました。ボールは再び足元へ戻されます。いいタックルでしたがスローインになりました。浦和レッズ選手交代です。横浜 F マリノスのスローインです。中澤雄二、大津勇気、あと阿部勇気、竹富康介、牧野智明、いい形でゴール前まで持ってきました。見事なインターセプト、相手のチャンスを潰しました。通っていたら危ない場面ですからね。よく読んでいました。そのまま返します。ボールへの寄せが非常に速い。いいカットです。ボールを奪いました。横浜の攻撃です。ユン・ウィルロト、マルティノス、激しいチャージ、受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますがどうでしょう。横浜 F マリノスにイエローカードです。ちょっと軽率なプレーでしたね。注意が必要です。壁が前進したように見えますが、柏木、竹富康介、残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。勝利を引き寄せるゴールが生まれました。この展開を誰が予想したでしょうか。選手の諦めない姿勢が生んだゴールです。勝利で終わりたいですね。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。このホイッスルで試合終了です。